っていうじゃないですか。
競争が激しくなって、その全部 その企業が苦しんで、そういう過当競争のシナリオというのが非常に怖かったわけです。でも、今、スパックのウィンドウはひょっとしたら閉じるかもしれないという状況になるんですよ。そうすると、今すでに資金調達を終えて、合併の発表を終えた企業がはるかに有利になる。構造が競争が来ないということですよね。だから、スパックのビジネスの中でもとりわけ資本集約的なそのビジネス、例えば宇宙開発とか、それから EV とか、そういった分野でスパックがもう一回見直される可能性があるんじゃないかなというふうに、じゃあ具体的にどういうメーカーになるのかということですけれども、宇宙関連メーカーでいうと、ロケットラボ、ディスカイシンボル VACQ、それからスパイア、ディスカイシンボル MSH、それからアストラ、ディスカイシンボル HOL、ブラックスカイ、ディスカイシンボル SFTW、まあ、そういったところの方が良くなるんじゃないかなというふうに考えます。ちょっと僕の話しとくして、みんなからの質問に答えたいと思います。柳沢さん、DMYD、言った方がいいでしょうか。いや、そんなことないと思いますよ。NFL との契約を確認しているので、こういう報道したいと。次の方の質問、現地に今年に入って米国投資は去年ほどいい時期になくなっているように感じますけれども、今後5年のタイムスパンだと BTC をロングした方がダウンサイドの執着アンパルが大きい ST500 に投資するよりも魅力的に感じてますけれども、どうお考えですか。はい、必ずしもその意見が賛成しません。BTC はチャンスあると、そして目先の方向性は上だと。だけれども、あなたが取ろうとしているリスク、途方もないリスクを取ろうとしているのね。だから、米国株はミディアムリターン、ミディアムリターン。だけれども、BTC はウルトラハイリスク、ウルトラハイリターンの。なんで、あなたが全部の投資資金を失っていくというふうな、博打向きの人だったら、それは BTC の方が何があるかって言われればね、それはそうかもしれないなっていうふうに僕は思いますよ。だけれども、個人投資家のダメな点はね、それを言うと、みんなはどっちが儲かるということばっかりに肯定して、リスクを勘案した上でのリターン、つまりリスクアジャステッドリターンっていうふうに言うけれども、そういう発想がないの。だから、たまたま勝てば大勝利だけども、それで人生棒に振ったというケースも出てくるかもしれない。というよりも、歴史を振り返ってみれば、もう獅子類々でしょ。そういう人がゴロゴロしてるよね、当社の世界。例えば、最近で言うと、ロビー・フード族、ゲームストップ、あれなんか死んでる人いっぱいいるんだよ。死んでるっていうのは、投資的にね、大損害を受けた人がいっぱい
リストの比率は 3% から 5% ぐらい日本最大というふうに思います。そういう、まあ、ぼちぼちのリターンでいいだけれども全体として負けないということを考えるべき。RKT、新緑のオプションを行使してクラス B ストックからクラス B クラス A に変更、500億ドル相当の株を売却して本社のあるデトロイト市再生に投資しています。また価格のクラス B ストックを持っていますけれども上場企業はこんな投資をするのは許されてます許されますか？はい、許されますよ。だってそもそもロケットカンパニーというのは立志連中 その企業家によってその、創業された会社であってその一族経営的な色彩がずっとものすごく強かったので、それはロケットに投資している人はみんな知ってると思うよ。で、彼の才覚があったからこれだけ大きな会社になる。それはその経営者が自分の会社を支配するっていうのは僕は当たり前のことだと思うんです。そして経営者がその自分の株を売るということも僕は当たり前のことだと思うけど、チャリティーでやっていいじゃないんだからさ、こんなの慈善事業じゃないんだから。でそれが受けたったらロケットの株買わなきゃいいんじゃないの。それだけのことじゃない。それともう一つ僕はみんなぼんやりしてるなというふうに思うのは、そのロケットのビジネスっていうのはね、金利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 なんですよ。そして長期金利が上昇したらアゲンストの風なんですよ。住宅ローンだからわかる。で今まで新年以来ね、金利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 って言い続けてきたわけだから、ぼんやりしないでぼんやりしないでぼんやりしないでっていうふうに言い続けてきたわけだから、そっちの方がはるかに深刻な問題であって、インサイダーが500億円くらいで売ったってそんなのも半数くらいの金額だよ、はっきり言って。だからもっとビッグピクチャーに注意をかけて。次の方の質問、ワクチン、モデルナ、アイマンテ、ファイザー、押されてたけれども、もう少し詳しく教えてください。はい、今の段階で一番それが今ものすごく好調です。具体的にはモデルナのワクチンとファイザー・バイオンテックのワクチン、その2つがものすごく好調です。で、バイデンの当初の計画では比率で言うとね、ファイザー・バイオンテックが2、そしてモデルナが2、そしてジョンソン・ジョンソンが1、つまり2対2対1の比率でそのワクチンを供給しようという生産計画でした。いい。ところがジョンソン・ジョンソンの下請けのエマージェントが大チョンボしちゃって、他の顧客であるアストラゼネカの原料とジョンソン・ジョンソンのワクチンの原料を混ぜこぜにしちゃったんですよ。それで1500億ドルかなんかの分の原料が全部不意になったんですよ。で
て、それが何を意味するかというと、ジョンソン・ジョンソンにとっても大打撃だったし、アストラゼネカにとっても下請けに70%を起用しているということは非常に不安ですよ。で、アストラゼネカはヨーロッパの下請けもうまくいってないわけでしょ。で、そんなこんなで、要はそのモデルナとバイオンテックのワクチンだけがね、アメリカ国民が今打ちたいワクチンに なりつつあるんですよ。で、それはヨーロッパの人たちも同じ気持ちだと率直に言って、そうすると、その2つ上の企業のビジネスチャンス、消費は拡大すると。だけれども、増産には、今ものすごくやっちゃきになって増産してないけど、だから、当初計画にオンスケジュールか、あるいはそれ以上に増産してないけども、でも、世界のニーズには追いつけない。そういう感じになることがあると思います。モデルナの株価は、こんな感じです。で、多分、世界は来年も、そして再来年も、毎年、年中行事みたいに、1年に1回、ワクチンを打たなきゃいけなくなる。そういった意味では、一番恩恵を被る企業が、モデルナで、2番目に恩恵を被るのがバイオンテックですけれども、バイオンテックは今、アメリカのジョンソン・ジョンソンと 50-50、 つまり売上高を、全くに折半する、そういう契約形態でやってきたんですけれども、来年の分からは契約が変わると思う。徐々にバイオンテックに不利な契約になると思うんですよ。だからバイオンテックのアップサイドの方がモデルナのアップサイドよりも低くなる可能性があるんじゃないかなというふうに思います。で、ファイザーは大企業なんで、バイオンテックとパートナー組んでるんですよ。ワクチン以外のビジネスもたくさんあるんで、そのワクチンだけのストーリーでファイザーを買うというのは間違っているところで、それ以外の銘柄ワクチン株は買えないとリスクが高すぎて、でとりわけ生産にまつわるリスク、ジョンソン・ジョンソンとかが今ものすごく苦しんでますね。あるいはアストラゼネカ、これももう問題続きだね。だからさ、世界で最初にワクチンが承認されたのはアストラゼネカの、アストラゼネカ・オックスフォード大学のワクチンだったのね。その時にさ、アストラゼネカがすごい格好つけて、我々は世界に無料のワクチンを配ります、社会に貢献しますということをぶち上げたわけです。しかし世界の人たちがさ、お前のワクチンなんかいらないというふうに世界からそこを迎えればさ、そんなのただで差し上げますって言ったってみんな欲しくないわけでしょ。だからアストラゼネカに起きていることっていうのは突き詰めていればそういうことなんですよ。副作用の問題とかさ、生産がうまくいってない問題とかさ、なんか変なものが混じってたとかさ、そういう話してるわけでしょ。でね、一方でね、ファイザーは新型コロナの問題が起きた時にさ、アメリカ政府から開発資金にいますかっていう水を向けられて、いや、政府の金は一切いりません、お引き取りください、自分で R&D 費用を出して開発します、そして臨床試験の時に NIH が臨床試験で手伝おうかというふうに言ったわけですよね。それに対してファイザーが、いや、手伝ってもらわないと結構、自
自分のところで臨床試験できます。政府を絡めたらスピードが遅くなるからという形で、そのファイザーが得して工場を全部開けてワクチンを量産できるように他の生産をストップして、それで工場を開けて、それでワクチン生産し始めたんですね。で政府にいよいよワクチンを納入するということになると思います。他の企業がすぐにディスカウントとか無料で無償で提供するとかそういうふうに言ってたけども、そのファイザーはいや、あのこれはうちが R&D してそれが完成した商品だから、その対価はきっちりいただきます、お金取るよという形で1ドース19ドルという、まあ、いい値段でその政府に買い取らせたわけです。でその時にその世間の人たちがファイザーってどこまで高飛車な会社なのか、クソ生意気だよねというふうにファイザーの CEO に対する世間の評価というのは、なんだよこのパンデミックで逃げなくてよっていうふうな感じだったわけですよ。ところが実際に蓋を開けてワクチンの接種が始まったら、副作用の問題とかなんとかがアストラゼネカのワクチンが出てきたなとかさ、ジョンソン・ジョンソン原料間違ってたなとかさ、そういう取りこぼしがポロポロポロ出てくるわけですよ。だから要はね、そのちょいなちょいなとか、政府からお金もらって、はい、ありがとうございます、いただきますって感じで、それで、はまきバーッと出してさ、エマージェントみたいにさ、それで、あのふんぞり返ってさ、仕事もせずに、ね、政府から毎日もらってさ、そういうさ、のらりくらりしてたやつっていうのが、全部全滅しちゃったんですよ。そして、最初から自分の金を使って、自分のリスクできちんとしたワクチンを開発した企業だけが今残っているわけでしょ。わかる？なんで、まあそういうことで、僕だったらそういうきちんと襟を正したビジネスとして真剣なビジネスをやっている会社の株を買いたい。それはモデルナであって、バイオンテックであって、はい、ということですね。ナスダックさん、ウェルスファーゴ、今回のアルケゴスの事件に巻き込まれたんじゃないか。はい、巻き込まれたかもしれないけれども、金額はすごくちっちゃいと思います。で、僕の考えでは、ウェルスファーゴはもう投資銀行部門とか、ウェルスファーゴアドバイザーとか、そういうその投資関連のビジネスを切り離しちゃった方がいいんですよ。でもしそのウェルスファーゴアドバイザーを売却するというニュースが出たら、多分ウェルスファーゴ株は急騰すると思います。で、今回のアルケゴス事件がそのウェルスファーゴの今 FRB から課せられている騒動をしている、それの解除に影を落とすリスク、それは、まあ、あるかもしれないけども、まあ、あまり関係ないと僕は思う。でも、まあ、ウェルスファーゴにとってはスモールネガティブなニュースだと思う。今回はちょっとウェルスファーゴから話がずれて申し訳ないんだけども、今回のアルケゴスの事件をもう一回、今、ゆっくりその全貌が明らかになりつつあるので、それを少し説明すると、アルケゴスのビルファンは、自分の運用資金、ファミリーオフィスの運用資金として、200億ドル、単位力を、それを証券会社に行って、レバレッジで相場を買って、
ポジションを立てさせてくれよというふうにお願いして、いろんな証券会社のところでレバレージポジションを作る。一番大きなレバレージポジションを立てさせた企業はモルガン・スタンレーなんですね。180億ドル、そしてゴールドマン・サックスは100億ドル、そしてクレディ・スイスも100億ドル。野村はいくらだったか分からないけど、野村もたくさん買っている。そしてウェルスファンドはそれより少し小さいくらいの金額だから、その200億ドルの投資資金の種でもっていろんな証券に行って、お互いに他とも商売してますけど、一切口に出さずにこっそりといろんなところで盾力を立てまくってたわけです。で、今回、ね、そのことでクレディ・スイスは大損したわけです。40億ドルぐらい損したっていうふうに言われてますけども、年間の20億ドルだったので、そのくらい損したっていうふうに言われてますけども、でもさ、よく考えるんだけどさ、これ一番悪いのゴールドマン・スタンレーだよね。だってさ、一番でかい金額レバレージポジションだったわけでしょ、180億ドル。でモルスターはそういうあかりがいリスクをデリバーに対して許してたという内情を一番よく知ってたっていう、そのあこれやばいわということを実は一番よく分かってたのがモルガン・スタンレーだと思う。しかもバイアゴン CBS の候補増資の主幹事をやって、そしてバイアコムの CBS の株をしこたま持ってるのはビルファンだったわけだから、そうするとあの行動同士がバーンと発表された瞬間にさ、ビルファンがさ、その担保がバーンと飛んだことはもうモルガン・スタンレーには分かってるわけですよ。だからとんでもない利益と、そしてとんでもない一般投資家をリスクにさらす、そういうもう本当不届き千万なことを平気でやった会社がモルガン・スタンレーなんです。だから僕はもうその業界にいないからね、想像でしかものは言えないわけですけども、今頃の機関投資家のコミュニティをさ、モルガン・スタンレーに対してソースカー食らわせてると思うよ。だってさ、その各社が証券会社の招集かけてさ、そしてその税込者経由をそのクレディ・スイスが温度を取ってパーバレンス協定でこれどうしましょうかっていう形で協議してる途中からさ、モルスターだけがさ、感じでこんなにサイン出して、それでドカーンドカーンドバーンとさ、特定のヘッジファンドに決め飽きないでブロックを処分し始めたわけですよ。そういう形で、でもゴールドマンの大口処分が明るみに出る前の晩にさ、モルガン・スタンレーはすでにその時点で400億ドルもそのポジションを落としてるわけですよ。だからその日の夜、前日の夜に電話が来たヘッジファンドっていうのは本当に気の毒だと思うよ。だってさ、モルガン・スタンレーはさ、カードゲームのさ、そのポーカーゲームの、その手の内を全然相手に説明することなく、今、仕事と NDR の大きなブロックが 7% 下のところにありますけれども、お宅買いますって形で営業して、買った直後にさ、そこからすでに 10%、15% がやられたわけよ、ヘッジファンドとしては。それで、彼らにしてみればさ、お前これ、なんでそういうことし、そうい
モルガスタンレーは訴訟されると思う。その機関投資家から。これ裁判沙汰になると思う。で、何年もその係争が長引くかもしれないと思ってます。なので、来週から決算発表シーズンになるわけです。そして、トップバッターは銀行株だよね。デビューモーダーとか、なんかゴールドマン・サックスとか、シティグループ、バンク・オブ・アメリカとかっていう順番で決算発表になると思うんですけども、結構荒れると思うよ、銀行株の決算発表は。で、モルスタとかさ、ゴールドマンもそうだけどさ、あそこら辺、その、アルケゴスとの絡みで、損は出なかった、あるいは損害は経費だったというふうに仮になっても、でも、あれで血まぬけになったヘッジファンドがたくさんいるんだからさ、それはものすごい突き上げがあるはず。だから、今回の事件を機にね、ブローカレージのマーケットシェアとかは激変するかもしれない。そういった意味では、リーマンショック、リーマンショック前とリーマンショック後では、勝ち組、負け組の投資銀行の明暗が分かれたんですよ。で、当然負け組はベアスタンド、リーマンブラザーズとかが負け組だったので、そして勝ち組は JP モーガンとゴールドマンサックス、その2社がものすごく地位をアップしたわけです。今回のアルケゴスの事件もそれと同じだと思います。僕が昔投資銀行を勤めてたんでね、ある程度この辺の話は分かるわけですけど、僕の考えで一番今回のドタバタで得する投資銀行は JP モルガン。なぜかというと、 JP モルガンはビルサーモンと一切仕事してないから。 JP モルガンのリスク管理部門はあいつちょっとおかしいんだよね、だから商売してはならない形でコンプライアンスを止めたんです。わかります？だからゼロエクスポージャーは全然商売してない。だからかすり傷一つ負ってないわけです、 JP モルガンは。もう一つ、もう一言言えば、 JP モルガンはスパックもほとんどやってない、ほとんどやってない。まあ1件2件3件ぐらいはやってるかもしれないけども、でもクレディスイスみたいにボコ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 スパックを作りまくり、あるいはシティグループみたいにボコ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 スパックやりまくり、そういうことは JP モルガンは一切してない。で、微妙な立場に置かれるのはモルガン・スタンレーとゴールドマン・サックス。なるほど、アルケゴスからは直撃弾も受けない。一足先に逃げたからね。だけども、逃げた結果としてさ、客に迷惑かけてるわけだよ。そこら辺の投資銀行がね、モルガン・スタンレーは、機関投資家にものすごい迷惑かけてるわけだよ、今回の事件で。だから、僕はモルガン・スタンレーに対する世間の考え方っていうのは、ものすごく強くなると思う。僕がバイザーだったら、モルガン・スタンレーは商売しない。やってることが悪どいなの、悪どいなの、わかるか。タカケンさん、なぜアメリカ株は決算が1年で4回だったのか。それは四半期、クォーターという角度で決算を占める。アメリカ人は何事も4等分するのが大好きです。クォーターで物事を考える。だから、これはスポーツの世界から来てるのかどうか知らないけど、
そういう伝統だけじゃないですか。というのは、私も、KOS、NTR、TRGM、コードであるでしょうか。はい、個別にそこら辺の銘柄に悪い伝統があるということは全然思いません。ただ、今日冒頭で話したのは、なぜ僕が、シクリカルカルがいいというふうに、かれこれ半年ぐらい前に思ったかというと、これからワクチンが完成すれば、景気が復活していくから、復活していくんじゃないかなというふうに感じたから、それで、そこら辺の銘柄がいいというふうに言ったわけです。で、実際、ワクチンが承認されて、その後に、ね、そして今、経済が力強く元に戻ってくるわけですよ。そうすると、株式というのは未来を取り込む習性があるので、今も我々は今を見るんじゃなくて未来を見るべきなんですよ。そして僕が1年後、2年後の未来を見た場合、どういう未来がそこにあるかというと、米国経済で言えば、今ほどカーッと熱い、ホットな経済成長ではなくて、もう少し沈静化した、マイルドな成長。GDP 成長率でいくと、今年は 6.4% になると言われてますけど、今、この4月の段階が、瞬間風速が一番成長していると思う。そして、来年は 3.3%、 その次は 2.2% とかっていう指摘になるわけです。そうするとさ、GDP 成長率が 3.3% とか 2.2% だったら、僕だったらハイパーグロース株買った方がよっぽどいいよねっていうふうに思うよね。だから、経済は刻々と動いてて、状況は刻々と変わってるんだから、金融も刻々と変化してるしさ、それに合わせて自分のストラテジーをプル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 と微調整していかないと、もうチューニングが外れてるんですよ。いつまでもダーガーピーピー、そのチューニングが外れてままで放置しておくのは良くないと。EURN、はい、EURN もさっきのと同じで、全然個別では悪い材料が出てません。そして株価の水準は低いので、売る必要は全然ないと思う。だけれども、旬かどうかと言われたら、一番旬な銘柄ではない。オクタ、この材料が出てる。はい、それは、新製品が出たって言ってた。でも、そんな目を見張るような好材料がなかったので、そうではなくて、長期金利が一巡、の上昇が一巡して、今、物色の矛先が、そういうアイカドロース株に戻りつつある局面で、ちょろっとニュースが出たので、それで、昨日は株価が高かったんじゃない。だから、ちゃんと見ればさ、いろんな銘柄が、こう、ハイパーグロース株が、こんな感じで、ボトミング、いい感じになりつつあるよね。例えば、これがこうでしょ。ね、ちょっとこう。これなんか出直ってきてる感じがあるし、じゃあトレードですか。これなんかもひょっとしたらダウントレンドをやるかもしれないし、ドキさん、これなんかも出直ってきたし、ズーム、まあ、これちょっと上手ですけど、これもまあ、たことみたいな感じでね。
そんな感じで、今、このハイパーグロースカルというのは、いい感じになりつつある銘柄です。